こんにちは、レイセンです。今日は5月24日木曜日になります。絶食39日目です。もうじき40日です。で、今深夜0時40分ってところですね。そしたら早速一発目作って、まあちょっと眠くないんで少しゆっくりしようと思います。そしたら一発目作っていきます。ファミリーマートのミックスフルーツですね。これを200入れます。今日さっきでもちょっと眠たかったんですけどね、夜計測前とか今なんか平気、ちょっと落ち着いて平気になっちゃいました。でもまあそんな多分また1時半とかに眠くなると思うんで、そしたら早めに布団に入ろうと思います。今午前1時50分ってところです。もうじき2時ですね。眠くなってきたのでそろそろ寝ます。おやすみなさい。おはようございます。今日の天気は晴れですね。いい天気です。快晴ですね。雲一つない。睡眠時間は4時間、午前2時から6時まで。今午前6時ってところです。で、寝起きはいい。寝つきももちろん良かったですね。寝起きもいいですね。うん、そしてまあまずとりあえずドリンク作っていこうと思います。2発目ですね。2回目作っていきます。ファミリーマートのオレンジですね。これを200入れて、水300ですね。やっぱり朝は喉乾きますね。まあ当然といえば当然ですけど、これ飲んでゆっくりして神棚やっていきます。今7時40分です。これから3回目作っていきます。ファミリーマートのミックスですね。で、これ200と、なんか朝寝起き良かったと思ったんですけど、背中重くなってきましたね、だんだんと。なんでかわかんない。今日、まあ、ジョギングは行くけど、あと背中の、まあ、懸垂ちょっとだけやろうかなって思ってます。そしたらこれ飲んでいきます。今日4回目作っていきます。今12時15分ってところです。アップルですね。200、そしたらこれ飲んだらちょっと懸垂やって、水300ですね。懸垂やって、その後上とジョギング行ってきます、ちょっと飲んでゆっくりします。
そしたらジョギング行ってきます。今帰ってきました。ジョギング、耳詰まりがやっぱ出ますね。で、右膝はもうあまり出なくなりました、ね、やっぱ走ってる量が少ないからいいのかもしれないですですね。で、まあ、前半は体が重くてあまり気持ちよく走れなかったけど、後半は良かったですね。走れる時があったってところです。そしたら今日走った計測 6.49、 まあ昨日と同じところですね。歩数計9261 6.76 です。そしたらゆっくり、とりあえずドリンク作っていきます。5回目、今午後3時のところです。ファミリーマートのオレンジ、あ、これ200入れます。で、水300、これ飲んで、まあ、しばらくゆっくりします。6回目作っていきます。今4時半ってところですね。ファミリーマートのアップル、今日はいい天気、気持ちがいいですね。ここ200と水300、これ飲みながら1回でゆっくりします。なんかほんのちょっとだけめんつゆ垂らすとすごい元気になるんですよね。だからまあめんつゆは量をあんまり上げすぎるといかんけど、やっぱ少量はあった方がいいみたいですね。やっぱ犬も動物は塩分やっぱあると元気になるみたい。7回目作っていきます。ミニマートミックスフルーツですね。これ200、もうなくなるかな。あ、すごい、240ぐらいありそうですけど、まあまあ200で計算します。ちょっと多いですけどね。最後に少しだけやっぱり20か40残るみたいです。ちょっとやっぱり余分に入れてくれてるみたいで、1リットルよりも、ですね。まあこの辺はいいでしょう、計算がめんどくさいというか、まあ、そこまではいいかなっていう気がするんで。で、水300、この多分このメモリも大体だと思うんで、正確、まあ正確だと思いますけどね。これ7回目、237回目ですね。飲んでいきます。8回目取っていきます。オレンジ、やっぱりなんか増えてきましたね、飲む量が。
まあでも今そういう時期かもしれないですね。今が8時40分ぐらいですね、9時半になったら体重測定やっていきます。水300、まあ、これもちょっとやっぱラストはちょっと多めになっちゃうけど、一応200で計算しちゃいます。これで飲んでいきます。夜9時半になりましたので体重測定やっていきます。そんなに変わってないですね。まあジョギングやったでかな。ウエスト測っていきます。正面と側面。さっきジュース飲んだとこなんで、ちょっとその分膨らんでるかもしれないですね。62、あれ62だ。62ですよね。血圧測っていきます。108-75です。今日の結果報告です。今日は、天気晴れ、もういい天気でした。気温もいい、最高ですね。今日外で横になるにはもうベスト、一番いい日でしたね。で、睡眠時間4時間で、午前2時から6時までです。で、ジョギング6キロ今日走ってます。で、シックスパックとウェイトトレーニングはなしで、まあ、ウェイトトレーニングに関しては懸垂だけちょっとやったってとこですね。ジョギング行く前に普通の懸垂のやり方で3回だけやれた。3回しかできなかったっていう感じですね。まあ久しぶりだったんで。で、その後は、まあ、ジョギングから帰ってきて、で、まあ、家に入る前にあそこでまた懸垂。今度は椅子を置いて、で、足もちょっとサポートしながら、で、短いストロークで、で、背中、に負荷かかるようにして、ちょっと背中を鍛える感じで、で10回にセットやってます。まあそのぐらいですね。懸垂に関してはもうできる限り毎日やろうかなって思ってます。で、背中をちょっと鍛える、もう背中が重い、運動し、やっぱね、運動でほぐさないと背中が重いんですよね。やっぱ懸垂やると軽くなる、その楽になるんで、これはもうやらなきゃダメだなって思いました。やらないともう本当に背中が重い。1日ウエイトトレーニング行って翌日はまだいいんだけど、その次の日になるともうちょっと重くなってくるんで、なので懸垂は今後もちょっとやっていく、まあ家でやれるもんでって感じです。で、今日飲んだもの、果物ジュース 1600ml で、水 2400ml ですね。ちょっと多いけど、まあでも、こんなもんかなっていうのも、今日はなんか食に意識を向きやすかったですね、なぜか。で、オレンジ飲んだら落ち着いたっていうのがあります。で、尿回数10回、色はかなり薄めからほぼ無色、ラストの方はもう無色ですね。やっぱ夜に行くにつれてどんどん薄くなる。量は平均的から少し少なめ。まあ大体安定して出てました。今日の気づき。幽体離脱はまず思考の訓練から始めるっていうのに気づきました。ちょっと夜、寝るときにやろうかなと思ってたんですけど、訓練を。
でも引き寄せの法則に書いてありますよね、想像は行動ではなく思考だというふうに、行動じゃないんですよね、でちょっと行動でやろうとしちゃってたところがあったんで、はそういえば引き寄せの法則に書いてあったな、行動じゃないわ思考だってということで頭の中で作り込んでいく形から入ろうかなっていうふうに、これは今日の気づきですね。で、思考でまず幽体離脱を、イメージして、体が浮くっていうのをイメージして作り込んでいく。本当は感情が伴わないといけないんだけど、ワクワクする感じでやらないといけないんだけど、ワクワク感がまだ出ないんですよね。でも多分思考を作り込んでいく過程で気持ちも上がってくる可能性があるんで、そこを期待してやるっていう形ですね。あとちょっと今日は特定の団体に関する文章を読む機会があって、それ読んでたらその団体に対するちょっと嫌悪感っていうのかなを抱いちゃったことがあったんですね今日。で抱くとやっぱり何か団体にせよ人にせよやっぱり何かを嫌いになると、そうするとやっぱり大切な存在に対してもちょっとトゲが向くような感じになっちゃうんですよね。そうするとそういった行動がやっぱり自分では許せなくって、自分が嫌いになる。で自分が嫌いになると自分の幸せや成功に対して許せなくなっちゃうんですよね。前向きになれなくなっちゃう。自分が成功することが許せなくなる。自分を嫌いになっちゃうと、そうすると前に進めなくなっちゃうんですよね。だからやっぱりどんな相手にしろ、誰にしろ、どの団体にしろ、どういう人たちにしろ、やっぱ嫌いになったらダメですね。嫌いになっちゃダメ。やっぱりそこは一番大事なところかなと思いますね。なんか嫌なことを言われたりとか、多分仕事とかで例えばですね、そうするとやっぱその人どうせ嫌い、なんかいろいろ揉めたりすると嫌いになっちゃったりするっていうのはあると思うんですけど、でも嫌いに、誰が嫌いでいると、そうするとそのやっぱり自分の心でその嫌いになってるっていう感情はどうしても気持ちが悪い、嫌な気持ちになるんですよね。そうすると嫌なオーラが出てくるから、それが嫌な現実を作るんで、やっぱり嫌いにならない方がいいし、あと嫌な気持ちになってる、誰かを嫌いでいると嫌な気持ちになる。そうするとやっぱ他の人と話をするときもどこかちょっと言葉がきつくなったりするんですよね。言い回しとか言い方がちょっときつくなったり強めになったりする。やっぱり気分が良くないから、落ち着いてないから、ちょっと怒りをやっぱ誰か嫌いでいると怒りを覚えたりイライラしやすかったりするんで、そうするとやっぱそういう人から出てるオーラっていうのがあって、やっぱ周囲にも嫌悪感を抱かせちゃう。なので誰かに接する時もこの言葉遣いだとか仕草だとか態度だとか、あとは気配りみたいなことだとか、あらゆるところでやっぱり誰かを嫌いでいるとどうしても気分が悪いから、良くない行動、良くない言葉遣い、ちょっとやっぱりトゲがあるような、ちょっときつめな感じ、雰囲気もなんかどこかちょっとやっぱりきつい感じがしてきちゃう。そうするとやっぱり周りもその人のこと嫌うようになってっちゃうね。でも誰かを嫌いでいると周りからも嫌われてっちゃう自分が、そういうのはあるので、やっぱ誰一人としてやっぱり嫌いにならない方がいいですね。あと引き寄せの法則の中にも誰かを嫌いでいるから病気になるっていうのが書いてあったんで、
誰かを嫌いでいると自分が許せない、許せないでいる自分を嫌いでいるとどうしてもそのわだかまり、その暗い感情が黒くなっていって病気になるっていうことですね。だから、まあ、誰一人としてやっぱ嫌いにならない方がいい。何が、まあ、どういう相手であっても、なかなかそう、あの凄惨な事件とかに遭遇したりした場合はなかなかそれは難しいケースもあるかもしれないけれども、それでもやっぱり許せないでいるとずっと嫌な気分になるから、そうするとどんどん嫌なあのオーラが出て、それが嫌な現実をどん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 作っていっちゃうんで、その人のため、自分自身のためにならない。なのでやっぱり誰一人として嫌いにはならない方がいいってとこですね。やっぱ許せる方向に持っていく、ってところです。あと蚊に今日数箇所刺されました。ただあの数箇所刺されたんだけど、その後はなんか寄ってきてももう刺さなくなってましたね。止まるんだけど刺していかないっていう、そういうことが今日はあった。やっぱあの、まあ、それは運動した後だったんで、まあ、運動した後だけど刺されたのも運動した後だったんで、刺されたのは運動する前と運動した後にありましたね。で、夕方ぐらいかな、でも、からかな、なんか止まるけどもう刺さなくなったっていうのがありましたね。だからやっぱ飲む量と運動かな、運動が結構関係してそうな気がしますね。やっぱ蚊に刺されなかった時って運動とかあのランニング13キロ走やってたんで、やっぱあれが結構効いてたのかもしれないってとこですね。だって今日はあのちょっと食に意識が向いてた頃時にやっぱオレンジ飲むと一番落ち着くですね。なんかすごい落ち着いたんで、オレンジ飲んだら。オレンジいいかもしれない。あの3種類の中、オレンジ、アップル、ミックスの3種類の中で、オレンジがもしかしたら一番いいのかもしれないですね。オレンジだったらフレッシュジュースも作れるから、フレッシュジュースだともっとベストかもしれないけど、とりあえず、あの、今、あの、濃縮還元でも十分落ち着いたんで、ただ多分オレンジばっかだと飽きる気がするんで、やっぱりアップルとミックスは欲しいかなって思いますね。特にまあミックスはあのなんかおやつっていうかデザートっぽくていいんですよね。あれあのやっぱ飲みたい、なんか甘いもの飲みたいっていう、やっぱデザート取りたいっていう時の気分と同じ感じで、か、甘いもの飲みたいっていう時のミックスあれはやっぱりあると大きい、ですね。あとあの流れに乗ろうって決める、まあ、引き寄せの法則が流れに乗るっていうことを、まあ、主体にしてるんで、で流れに乗ろうって決めるとやっぱ心が優しくなる、落ち着く、で純粋性が回復しますね。だからやっぱり流れに乗るっていうのは大きいかなって思います。今日の気づきはそんなところです。体重の方は 52.45 キロ、マイナス 0.2 キロの減少ですね。マイナス 0.2 キロの減少なので、昨日よりちょっと減ってる。まあジョギングしたのが大きいのかな。昨日も取った量は1600と2400なんで、今日と全く変わらない状態で今日はジョギングやってるんで、その分、まあ、若干落ちたのかもしれない。まあでもそこほぼいいところですよね。そう、体重減ってないっていうか、まあそんなに大きな増減がないんで安定してる感じです。で BMI は 16.6、 変化なし。体脂肪率も 5.0 で変化なしです。血圧108の75、今日ちょっとかなり落ちたですね。昨日117の81、その前が112の75、でその前が109の76だったんで、まあでもまあ、大体いい幅に入ってるんじゃないかなって思いますね。ちょっと増減があるけど、まあ誤差範囲内なのかもしれないですね。でウエスト62センチ、5ミリの減少です。
またちょっと減ったな。なんか体重、まあ体重も確かに少し減ってるけど、5ミリ減るんだっていう感じですね。これだけ飲んでて、今日はあの増えるかなと思ったんですけど、体重減りましたね。まあでもこのぐらいの減り具合だったら全然 OK ですね。0.5 キロとか1キロ減るとうわって思いますけど、 0.2 だったら安定してるですね。体もそんなに負担かからない、精神にも負担かからない、このぐらいの水準で、まあ、あの増減してくれるならいいかなっていうふうに思います。今日も無理せず取った感じなんで、こんな感じであのとりあえず様子を見て進めていくってとこですね。多分で、まあ、流れに乗っていけばそのうちどっかで体が変わっていく、かなと思います。そしたら長男としえさんのようにもうあの両便普通、小便も大便も出ないぐらいですね。で、まあ長男としえさんはフレッシュジュースの果物の汁をちょっと吸ってたっていうぐらいだったんで、まあ、そういうふうに、まあ、なっていけたら一番ベストかなって思ってます。そしたら絶食39日目完了です。それではまた明日。